こんにちは、徳です。今日のテーマは、ホイゲームズのハイパーロールライトレールローズうどんインフィニティをお届けします。それではですね、 今日はハイパーロールライトレイルローズうどんインフィニティという長いですがゲームについて紹介していきたいと思います。このゲーム2023年のゲームでホイゲームズ矢沢さんの紙ペンということで前回紹介したロールライトレイルローズの続編といいますか拡張といいますかの紙ペンになっております。 で、プレイ時間とか重さとかっていうのは相変わらず BGG にはないので、豆と共にあれと同じ値を採用しております。実際にはこの3倍、4倍ぐらいかかるかもしれませんが、40から60分にいいうかなという感じではあります。いや、もっといいかもしれん。まあ、いいや。はい。で、このゲームの、との出会いということですけども、まあゲーム界でプレイしたんですけど、 めちゃくちゃ連鎖するんすよーって話は聞いておりました。で、まあ、もともとのロールライトレイルロードも連鎖するんですけども、これはそれをより過激にした感じのゲームと言えて、まあ、ハドリアヌスをプレイした時と同じような衝撃書いてますが、まあ、とにかく連鎖するぞと。いつになったら終わんねんみたいな感じで連鎖しまくると。それがなんでうどんやねんって話はあるんですけども、百聞分は一見にしがずと。 ということで、ゲームの方を見ていきたいと思います。まあ、前作、ロールライトレールロードとの違いということでですね。まあ、あの、基本的なコンセプトは同じなので、あの、同じような、え、紹介はしない予定です。あの、前作の動画をね、まだ見られてないという方は、まずそちらから、あの、見られた方がいいと思いますので、概要欄にリンクの方は貼っておきますので、まずはそちらから見ていただければと思いますけども、新たに新設されたものとして、え、うどんトラック っていうのが増えてます。で、まあ、それに関するアクションがあると。それから、おでんトラックができていて、それも研究効果としてあります。なんでうどんとおでんやねんっていうのは、まあ、あの、佐ぬき、香川行かれた方はご存知だと思うんだけど、まあ、向こうのあのうどん屋さんに入ったら必ずおでんがあるんですよね。 で、こっちだと、こっちってまあ関西でも東京でもそうだと思うんだけども、さぬきうどんって歌ってても、おでん置いてるところってあんまりないんですよね。あんまりないというか見たことないですよね。おでん屋行ったらね、あの壺みたいなのがあって、そこにこんにゃくとかね、筋肉とかを、からしをぶっ刺してね、食べるあれがいいんですけどね。ないんですよね、こっちに。あの、稲荷とか、あと天ぷらしか置いてないんでね、あれ邪道やろうと思うんですけどね。おでん置けよって思うんですけどね。で、思ったりするんですけども、まあそのおでんがちゃんと入っているのは、 ポイント高いところです。から、うどん結晶っていう効果が、うどん結晶っていう効果が新たに増えてます。で、なくなったものがトレインポイントで、ダイスアクションの強化っていうのがなくなったよと。で、拡充されたものとしては初期路線の選択肢が増えました。元々は1社しか線で弾けなかったのが、初めから3つ弾けるようになっている あと、その他としては、単体でプレイかということで、ロールライトレールロードの基本プラスこれっていうわけじゃなく、もういきなりうどんインフィニティだけでプレイすることも可能ということで、これだけでも楽しめるようになっております。これはいいですよね。新設したところの説明をしていきますけども、まずはうどんトラックということで、こいつがうどんトラックだと。 麺残し、つゆ、薬味っていううどんトラックの中でも3本の列があって、うどんの技術を向上させていくという感じになってます。で、これどうやったらできるのかっていうと、線路トラックのところに丸のマークのマスがあるんで、黒丸ですね。ここに入るとうどんトラックを塗っていくことができます。前作だと、各トラックに VP の欄があって、引いたところまで VP がもらえる。 そういう仕組みになってたんですけども、こちらの方は元のトラックには VP が撤廃され、うどんトラックもしくはおでんトラックの方に VP 効果が集約されている。と。だからうどんトラックを塗らない限り VP が全然入らんということになっております。やり方としては、例えばこの状況でここに駅をピシッと建設すると、こちらの効果が選べて、どれか麺の腰かつゆか薬味かどれかを塗ると。 で、塗ると、まあ、VP もそうなんだけど、ここの丸の中に書かれた効果を得ることができるよということになっています。次が、おでんトラックですけども、おでんトラックは三角のマークになっていて、この例だと6番目に、えー、登場するんですけど、えー、おでん研究のマスを塗ると、おでんトラックの、いずれか、あ、おでんトラックは技術ないん、ね、で、1個しかないからね。おでんの技術は1本だけですけどね。おでんトラックを向上させることができます。うどんもみんなそうなんだけども、左から塗っていくと。 いうルールになっております。うどんとおでんの違いなんですけど、まあ、塗るとその下の効果が得られて、VP に影響するという部分は同じなんですけど、おでんトラック、これ1個目塗っても塗らなくても1個目塗ってもここは同じなんだけども、2個目から効果が発揮するようになっていて、ラウンドの最後の VP っていうのはうどんトラックの一番進んでいるマスの点。 っていうのが基礎点として入ります。例えば773のところまで来てたら17点っていうのが基礎点になるんだけれども、オーデントラックが2個ここまでチェックしてたら26点になるし、ここまで来たら39点になるしということで、うどんトラックの数をここに書かれた数で掛け算をするということで非常に効果は絶大なんですけども、この三角のマスっていうのが先の方にしかなくて、ここに2個は見えてるんだけども、あとはもう かなり先に行かないと三角マークはないので、おでんを伸ばそうとするとかなり遠くまで行かんと建設できんよという仕組みにはなっています。実際ね、現実問題としておでんバリバリ伸ばしたところで基礎点が3点とか5点とかしかな,ない状態で7倍になってもしゃあないですから、そこはよく考えられてますね。だいたい終盤にしか、終盤の方がおでん効果っていうのは大きくなるんで、そこもちゃんと考えられとるというのはいいかなと思います。あ、これちゃうわ。 めちゃめちゃ先のルートだったね、これ。はじめに弾けるのは上3つだったんで、すいません。これ、はじめには全然弾けないです。 で、次がうどん結晶ということで、ダイヤマークのところですけども、ここのお金トラックっていうのは、さっきの鉄道の駅建設した時に、黄色い丸の数字分がお金獲得して、えー、そこに丸をつけていって、星印があれば、まあ、もうワンアクションというか、駅を建設するか、線路いっぱい引けるよという効果になってるんですけども、スターアクションと言いましたけども、この今回のうどんインフィニティでは、うどん結晶効果っていうのが増えました。これによって、ダブルの星、 さあサアクション効果が得られるという非常に強力な効果が入っています。間違いなくいいんで入りたいアクションですね。でなくなったのがトレインポイントということで T のマークの効果。これ前作にはそういうものがあって、ここのアクションシートに一部点線になっておったと。で、そこについてはトレイン効果でトレインポイント効果で強化しないと半減した効果でしか使えんよというものだったんだけども、今回はこれが廃止になって全て実践になったと。 初めから全部選択することができるよということになっております。それか、拡充された初期路線の選択肢ということで、前作では一番上の路線しか伸ばすことができず、これを伸ばして、2番目、3番目、あの、日比谷鉄道とか、大井鉄道とかを伸ばす権利を得ないとダメだったんだけれども、今回のうどんインフィニティでは、初めから S が3つあるんで、どの線から始めてもいいよということになっているし、この予算鉄道っていうのは線路が結構伸びているから、 線路ががなななくくてててもいいいききりバーととととと伸ばしここでるるうにっおそして、この土山鉄道っていうのをぐーっと伸ばしていくと、ここの先にヨト鉄道、中村鉄道っていうのがあって、まあさっき、あの、ちょっと私間違えましたが、ここに三角マークはいろいろあったりしています。これ全体像はこいつだよーと。 いうことで、こんな感じになっておると。まあ、ゲームの準備、ここ同じですね。同じなんで、えー、特にここはもう飛ばします。ゲームの流れ、これも同じなんだけど、名前がうどんフェーズって変わっていますで。ここも同じですね。ロールフェーズがある。もう基本、もうこの辺飛ばします。で、あく駅の建設もマークが変わっただけで、これも前と同じだ、ということです。 路線開通ですけども、このアイコンチェックすると対応する路線が開通になるよと。で、以降、その会社の線路を付設できるよということで、これがどこにあるねんっていうと、ここですと。で、これもっとちゃんとよく見せろよってことで見せると、土産鉄道がぐーっと、この字型に線路がうーっとあって、うーっとあって、ここの先にようやく路線開通マスがあるので、ここまで伸ばしてこなあかんということで、かなり遠い道だと。おでんの修行の道は険しいという感じ。 でしょう。この先だとお電話ね。線路もこれ引いていかんといかんしね。非常に大変だし、またこのブランクが結構あったりするんで、ここ引きたくないんだよねと。これ引くぐらいやったら他行きたいぜって浮気したくなる、こういうマスになっていて。もう実際そっちの方が良かったりするんですけども、なかなか悩ましいマスがあると。 これも同じやね。うん。アフタートリップフェーズっていうのも同じです。とうどんフェーズ、要は、えー、得点計算ですけども、とうどんトラックの各技術の一番右端の数の合計かけるおでんトラックになっていて、おでんトラックの最低は1なんで、塗ってなくても塗っても掛け算は同じと。1までだったら同じですと。で、この例だと、5、1、2なんで8点が基礎。 で、かける1で8点。いうことで、まあ、8点が入ると。で、これを10ラウンド繰り返していきます。このあたりはまだまだ可愛いんですけど、このあたりからもう飛躍的に増えていったりすると。まあ、おでん効果があったりすると、まあ、倍になるんで、大きくなるよと。 そして、最終得点計算ですけども、まあ、各ラウンドの得点を合計して右の方に入れていくと。とうどんトラック、3本のトラックがありますけども、あれの、えっと、一番進んでない技術かける10点を記入すると。全部埋めていれば80点入る。で、これらを足したものが最終的な得点になります。そして、プレイの指針ということなんですけども、基本的には各トラックの3本ありますけども、これらをまんべんなく進めてですね、お金も全部 取り、平均的に進めていくのを目指すか、おでんの掛け算を増やすために、おでんをガーッと伸ばしていくのか、どちらかになるのかなと思うんですけども、まあ、どっちの作戦がいいのかっていうのはわかんないんですけども、この前、春さん、矢沢さんとプレイした時にはですね、二人とも、おでんトラック伸ばしをやってたんで、多分おでんの掛け算を2倍、3倍としていく方がいいのかなと。 は思いました。えー、まあ今回紹介したうどんインフィニティですけども、こちらダウンロード版が500円で購入できるということで、非常にリーズナブルなお値段になっています。この動画を撮ってる間にですね、うどんインフィニティのバージョン1.1というものがリリースされたというアナウンスがホイゲームズの方からありました。でそちらによると、おでんトラックの調整、 とソロプレールールってて書いてるんですけどもこのおでんトラックが実際7つか8つかこう書かれてたと思うんですけども実は三角の数がそんなにねえよっていうのが発覚しておでんトラックの数を調整したというところとあと特典の計算方法も若干調整してる ようなので、まあ、そちらの方私もやってみたいなとは思ってるんですが、今ですと1.0版を購入した方はですね、1.1番改良版が無料でダウンロードできるようですので、ぜひダウンロードしてプレイしていただければと思います。はい。ということでこれがうどんインフィニティというゲームの紹介でした。えー、トチャンネルではゲームの紹介からプレイ動画の方を主に 扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さようなら。